マノッチです。ペナント巨人編やっていきましょ。CS ファイナルステージの第2戦、はい、アドバンテージ含めのここには勝ち星あったね、書いてあるね、星があるね、2勝0敗、はい、頑張りましょう、勝ちましょう、はい、コメント読んでいきます。勝たないといけない試合と言いつつも視聴者の意見をしっかりと汲み取るマノッチ好き。やっぱセカンド松田選手ね、守備機会がなかったからね、最初やった時にね、やらかしを期待してたんだけどね、思ったより無難にこなしてくれたからね。次の企画がルーキーズ編になりますが、アップデートを挟まずにやるのは久しぶりかなと思いました。そうだね、アップデート挟んで、まあその能力がそのプロ生活の中でのものに切り替わってからやることが多かったんだけども、もう今回はまあもう早々にって感じだね。楽天が昨日の試合で去年5月13日から続いてた金曜日の連敗を19でストップしました。マノチのひいきチームが曜日で連敗続いてたら気になりますか？全然気になんないね。マノチさんこんばんは。こんばんは。エンダース君がなかなかいい背番号してるのが面白いですね。11番、立派だね。個人的に思ったのが、マノチここ最近の動画北村選手使う機会多いなと感じた。ただそれだけ、推しメンなんだよね。上沢選手、外崎選手の頭部四球当ててしまったやつ見ましたか？見ましたよ。緩い変化球が抜けた感じということで危険球扱いされずそのまま投げれましたがっていうので、なんかあれなんでしょう、その避けようとした動作の結果頭にいっちゃったみたいなことだったんでしょ、あれ。なんか それで危険球扱いにならなかったみたいなことなんだよね。ちょっとよくわからんけども、まあ緩い球だから良かったっていう言い方もあれだけどね、力強いストレートとかじゃなくてまだ良かったよね。田口くんのストッパーてか田口選手ストッパーやってんの今？そうなんだね、ごめん全然知らなかったんだけど、あんまりまあなんだその能力云々っていうよりは雰囲気としてあんまり守護神の雰囲気はないよね。よし、いきますか。まあ雰囲気というか、まあイメージか、まあイメージに関してはこれからつくもんなのか。まあ昨日はね、松原選手と戸郷くんがとんでもない活躍してくれたからね。さあ今日は誰が活躍してくれるかな。こんな感じでいいか。相手のピッチャー見てない。左オーダーになってなかったから右ピッチャーだけは分かる。左になるとね、俺の中のオーダーでは松原選手外してんのさ。読売ジャイアンツ対広島東洋カクライマックスシリーズファイナルステージ、まあ昨日の感じだとね、もう左右感じなくちょっと入れたい感じだけど、先発は左のメンバーは1回の表、先頭バッターは野間。プレイボール空振り三振、左対左で大手かけちゃおうぜ。投げました、来た、なんだろう、なんかすっごい面白いな、このホームラン。なんだろうな、なんかすごい面白いな。強打の名捕手坂倉、なんていうかこう、いや喋ってんのにみたいな。もうしょうがないね、しょうがない、そういうこともあるか。どんぐらいどうにかなる。一回の表右のクリ、マウンドに上がります。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは松原、打ったんやたりだ、やばいち、昨日に引き続きだね。松原ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。投げた、これはストライク、キャッチャー2塁、盗塁成功、ランナーが2塁、投球これから2球目、見送ってボール、いいよ。第3球打ちました、ショートバウンド取った、シャーナッシュ、うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。ボール、えい、フルカウントから選びました。バッターは4番岡本、ジャイアンツ1打打ちました。オーケーナマッチ帰れる、よし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 、素晴らしいね。ジャイアンツ追いつきました、1対1。さあワンアウトランナー1塁2塁という場面で中田投げた、初球を打った、さあ右への打球、2塁フォース、アウ
翔さん、いいよ、打っちゃっていいよ。リプレイをご覧。1回の2回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッター153キロ直球、いいね、今のところあれじゃないか、アウト全部三振じゃないか。秋山第4球を投げた、153キロ直球、空振り三振。バッターは7番小園、初球から打ってった、ライナーやった、ヒット。小園、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから勝ち越しのランナーが出ました。変化球、空振り三振。インコースの変化球でスイングアウトを取ります。2回の裏、全部三振でアウト取ってるよ。2000本ランナー高打者坂本、三振6だもんね。第5球投げた、低めボール球、いいね、さすが広島キラーだね。ヒット、ボールはセカンドへ。ダバッチ、坂本ツーベース、ジャイアンツ勝ち越しのチャンスを迎えます。また二塁踏みましたよ。ロー、ジャイアンツ一打勝ち越しの場面を迎え、打った、宇宙間への無理かな、無理そうだな。取りました、これでワンアウト、ランナーは二塁、変わりません。投げた、打った、痛烈な当たり、掴みました、ランナー二塁に戻ります。まあ大城選手でどうにかしたかったけどね。ランナーは二塁、変わりません。打ってくれればもう。さあ第4球を投げました、ストレート、空振り三振。先ほどのカープ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッター打ちました、坂本ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターはトップに帰って野間、第5球打ちました、いいね、まあ、ここに来て打たせて取ってる感じがいいよ。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番西川、第2球投げました、高めボール球打った、ピッチャー返し、抜けた。西川選手はですね、今日ね、随分と打ちますね。勝ち越しのランナーが出ました、高めボール球打った、ライナーだ、うん、西川三塁を狙う、西川三塁です、一発だな。いいバッティング。さあここで監督は勝負に出てこい。ごめんマクブルーム君、第3球を投げました、一発使っちゃった、外のボール球打ったごめんね、一発使っちゃった、いいところに余裕があります。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリメン、ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは松原、打ちました、デビッド、なんか今の松原君の落ちそうじゃない、無理か、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番吉川、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打ちました、菊池掴んだ、間に合う、送球、一塁はセーフ、記録はヒットになりました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました、あーっとキャッチャー取れない、盗塁成功、いいよ、ワンアウトランナー2塁に変わります。第2球投げました、マシンネットランナー、いいね、破った、いやあれだよね、マイニング2塁踏めてるのいいね。ナイスバッティングです、ジャイアンツなおもチャンスが続いています。空振り三振、全くタイミング、いやまあ大丈夫、ここ翔さんか、第9投げました、翔さん翔さん、なんか一時のバカみたいな活躍何だったの。リプレイをご覧、ジャイアン、試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターはデビッドソン、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番秋山、これが2度目のバッターボックス、打った、ライト方向へ持っていきましたが、昨日読んだ漫画で虐殺ハッピーエンド知ってますか。投球これから4球目、打ったセカンド左への打球、だいぶ前にね購入はしてて全然読んでなかったんだよね。メンデス3人4回の裏、あれ俺こんなの買ったっけと思って、バッターは2000本高打者坂本、打った、まあ読んだらタイムリープものだったんだけど、俺タイムリープもの好きだ、取りました、これでワンアウト、ランナー、まあそれこそ今で言えば東京リベンジャーズとか、まあちょっと古い漫画だったらジャストミート、再起またしてもとか、ウォーカー、まあ、あとゲームっていう枠でいいのかな、バッターは8番第1打席はシュタインズゲートとかすごい好きやんな。でそのタイムリープもので、あ俺が好きそうな内容だなって感じで読み始めたらすげえ面白かった。投げた、初球を打ちました、西川落下点に入った、全8巻で読みやすい、ランナー1塁に戻ります、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げた、初球を打った、三遊間の頃小園、ボールを掴んだ、ボールはファーストへ、1塁、はい、いいね、打順は1番に、一発いってみる、ジャイアンツ1塁、さあここで監督は勝負、入れてこい、第9投げた、初球から打った、取ってこれで3アウトチェンジ。
サーリ。いやーなかなかあれですな、チャンスは作れんだけどな。152キロ直球、空振り三振、メンデス見事なピッチングです。サークルチェンジ、空振り三振、2者連続三振。打順はトップに帰って野間、今日は打ちました。初球打ち、坂本取った、ボールはファーストへ、あー危ない、1塁はアウト、3アウトチェンジ。とりあえずあれだね、西川選手の前にねランナー出したくない、本当になんかやだ。お、いいんじゃない、ボールはライナーでセンター、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番丸、今日3打席目、投げた、いいね、痛烈な当たり、センターやばっち、いやこのエニング2塁踏めるでしょ、中継、いやこんだけ2塁踏んでな、まだ1点しか入ってないんだぞ、ツーベースヒット、ジャイアンツ勝ち越し、今日は安打を放っています。流しはやめてみようか、岡本、ジャイアンツ一打勝ち越しの場面を迎えています。投げました、内角ボール球打った、センターバックしていった、掴みました、三塁は素晴らしい、よかした、ジャイアンツ、あとは翔さんがどうにかしてくれるよ。さあチャンスが広がって中田、今日は豪快に、あっしゃ、全然流さなかったけどなめっちゃ引っ張ったけど、ナイバッチだ、リードに変わりました、2対1、タッチはセーフ、二塁はセーフ、しかもナイスランだよ、素晴らしい、勝ち越し、右バッターボックスは6番坂本、さあ5球目打ちました、ピッチャー返し、いいね、受けた、センターバックホーム、坂本ナイス、いやー取りたいな、ここな、何がいいかな、手術かだ、投球これから2球目、打ちました、三遊間の当たり、サードこれは守備範囲内、惜しいね、スリーアウトチェンジ。前半のゲームは後半に入ります。先頭バッターは西川、打った、これはいいや、いやー本当ダメだ、本当にダメ、もう西川選手ダメだ、いいバッティングを見せました、何やってもちょっとね抑えれる気しない、今第9バント、初球バント、これはピッチャー面に転がる、間に合わなかったか、ランナー二塁に進みました、ジャイアンツ同点のピンチを迎えます、正念場ですな、さあここで何を仕掛けてくるでしょうか。第4球を投げました、打ちました、よし坂本いいね、マクブルーム君いいね、なおもピンチが続きます。バッターは5番デビッドソン、さあここは第3球、外角高め、見逃し三振、ビッグベースボール使って流しにするのに、メンデス、6回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは大城、146キロ直球、まあ変えずに行こうか、今ちょっと大城選手、あちょっと待って、じゃあどうしようこれ、ちょっと考えさせてね、変える方が怖いよな、マジで安定感やばいよね、メンデス選手ね、このままいっか、第4球を投げました、ファールグラウンドで取りました、これでツーアウト、判断は間違ってないと思う、投げました、外のボール球取りました、これでスリーアウト、一塁、試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは変えるチャンスではあったよね、たチャンスタイミングか、セカンドを落下点取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番小園、投げた、打ちました、中田掴んだ、中田一塁踏んでアウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは恋の鉄砲型菊池、ここまで初球を打ちました、当たり損ねはショートゴロ、飛び込んだアウト、スリーアウトチェンジ、メンデス7回の裏、ビッグベースボール、キーセブンの第3球を投げた、打ちました、左中間のフライ、もうここのイニングはあんま考えずに掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません、ただここで押してフルスイングで押して、投球は3球目、投げた、低めボール球打った、菊池ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、ね、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは中田、今日はここまで3打数1安打、初球打った、マクブルーム取った、クリ取ってアウト、スリーアウトチェンジ、ジャイアンツピンチヒッターは中村、第9投げた、打った、初球打ち、うわ中村ナイスバッティングです。代打は堂林、ちょっとねピッチャー交代も視野に入れつついなとかね、もうさあ監督、もう一発溜まってるのか、さあ5球目、もう一発溜まってるのかって、打ちました、だいぶ溜まってたな、坂本ボールを取る、一塁送球アウト、ジャイアンツ同点のピンチを迎えます。バッターは今日一人、さあここで勝負に出ました、いいぞ、おい、第5球投げた、打った、二塁ランナー三塁へ、中田掴んだ、中田そのままベースを踏んでツーアウト、正直俺坂倉君よりマクブルーム君の方がやりやすいんやけど
ちょっと怖いな、ここな。第2球投げました、打ちました、いい当たり、あーよかったい、アウトチェンジ。先ほどメンデクリ降板。8回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッター9回大勢選手出しましょう、出します。あっとこれは上がりすぎたようです。左中間へのフライ、なんか関東行けそうな気もするけど、なんかもう帰るわ。ランナーはありません。バッターは7番ローカ。今日はここまで3打数1安打。投げました、スライダー、もう1点欲しいんだよな。ローカ栄養にやられてしまいました。投げました、空振り三振、バッターアウト、うん、ジャイアンツ。さあいよいよ最終回、先頭バッターはラクブルーム。お疲れさん、はい、メンデス降板。そしてよっしゃ、第4球を投げました、変化球、はい、空振り三振。インコースの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、打った、強い当たり、入れば同点だ。うーわー、もうこれは後悔しかねえ。いやーでもね、多分何回やっても俺あのシーンはね、メンデス選手変えてるわ。リプレイで左バッターボックスは6番秋山。なんか後悔しもしゃないよ。投げた、おっとデッドボール。バッターは7番小園。いや信じるよ。さあ5球目、打った、左中間へ持っていきました。いやちょっと大勢選手あれですな、動画の中で打たれることが多いです。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。内角嫌な予感するものはやめた方がいいね。第9投げた、初球から打ってった、破ってった、レフトからサードへ、菊池いいバッティングを見せました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは中村。ジャイアンツ一打負け越しのピンチを迎えています。外角空振り三振、最後は伸びのあるストレート、点取ってかとはコルニエル。ジャイアンツこの回の攻撃は打たれたもんはしょうがない。先頭バッターピッチャー大勢、バッターは代打オコエ。さあ歩いててくれ。第5球投げた、インコース低め、空振り三振、低めの変化球にやられました。バッターはトップに帰って、まず高めボール球、マクブルーム、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。次は4球目投げた、154キロ直球、空振り三振。ジャイアンツ、はい、大勢降板。バッター不屈の男松山。よし、第9打ちました、初球打ち、吉川ボールを掴んだ、一塁送球、やっこれでいやー延長か。バッターは2番西川、今日はホームランを打っています。空振り三振、やっとおとなしくなったか。バッター強打の名捕手坂倉、今日はここまで3打数打ちました。ピッチャー返し、あっと抜けた、高め投げて。さあ高め投げて、レベル3眼だよね今な。バッターは4番マクブルーム、勝負しようぜマクブルームくん。二三振、低め、さすが空気読んだな。最後はキレのある変化球、10回の矢崎降板。ジャイアンツこのイニング点取りたいよ。先頭バッターは3番丸。ジャイアンツここは何としても塁に出たいと。面白い、低めボール球打った、打球はレフトへ。よし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 、どうする、重信くん出すか。さあノー、右バッターボックスには岡本、ゲッツーだけは避けたいところ。ジャイアンツ第行くしかない。第9重信走った、投球ボール、盗塁成功。ジャイアンツ重要な向こうの一発はここで来そうな気するんだよね、かぶせたくはない。第2球来ないか、ボール、とりあえずバットに当てて進塁させてほしいな。投球は3球目打ちました、よし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 、抜けた、ライトバックホーム、岡本ナイスバッティングです。さあチャンスが広がって、行くならここでしょう。ジャイアンツ最低でも外野フライが欲しい。さあここで監督は勝負、いいぞ、来い。さあここで勝負に出ました。さあ翔さん、第3球を投げた、あーっとキャッチャー取れない、そして今拾い直した。ここまで2安打の坂本。ジャイアンツ最悪でも、いやーもう広島キラー頼るしかないか。決に集中します。第4球を投げました、打った、ピッチャー返し、ナイマッチ。さよなら、よし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 、勝利点、素晴らしい。後で女にメールしとけ。戦を見事制しました。さて本日
のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人西川選手やばかったな。向こうはあれか、ソロホームランの2点だけか。そうだよね。はい、とりあえず大手、はい、明日も撮っていきましょう。終わり、さよなら。妄想症か。